水品隆之は日本の漫画家、舞台俳優。東京都大田区大森地区生まれ、板橋区出身。男性。本名は水品隆之。幼少時に板橋区高島平に転し、東京都立北園高等学校、東京学芸大学教育学部卒業。小学校教員免許所持。父親は、サメズ運転免許試験場の試験官だった。 一般化されている愛称は、シナッチ、シナッチョ、シナボン。現在は、東京都豊島区に在住、近隣の情報をネタにすることもある。1988年に、月刊ホエールズに投稿を開始した。1989年に、月刊ホエールズのイラストカットで、プロ活動をスタート。高校在学中の1991年、漫画スポーツ6月号の、 第34回新人スポーツ漫画展24、コマ漫画、気分はメジャーリーグを、本名の水品高之名義で投稿し、努力賞を受賞。翌7月号に、コンセョータイムでデビューした際、漢字が読みにくいからと勝手に担当に本名をいじられ、自己承諾ではあったが、水品高之のペンネームを初使用するに至った。代表作に、佐々木様に願いを、 幕張サボテンキャンパス、いい電子など、獣とチャットは OVA か、愛しのムーコは、テレビアニメ化されている。漫画以外では、かつて、小村なるなりと、お笑いコンビ、ナイスアイスティー、を結成していたことがあるほか、2003年より、上野の藤城一座に役者として所属。以後すべての本公演に出演し、自身のネタ中心のお笑いライブ、 品祭りを毎年開催したり、劇団のエッセイ漫画、上野空チュートリアルを漫画ライフにて連載していたが、2017年9月5日をもって対談した。なお、コナミのゲーム、ギターフリックスやダラマナイアでは、ボーカリストとしても登場している。小泉まり、重野直樹、小坂俊二、藤島淳、神奈川の子、あっきう、や光る。 高峰かけるほか竹書房の雑誌で連載経験のある4コマ漫画家らと進行がある。漫画家では日本橋ことも親しい。また稲垣き五郎は中学校の津田大輔は高校の同級生である。ロックバンドシュノーケルの西村真也とも交流があり、同バンドのプリーズの歌詞を共に書いた。漫画のモデルとした佐々木和弘本人とも交流があり、その縁から 佐々木の妻、江本香菜子が経営する香菜子のスープカレー屋さんの店のロゴデザインを担当した。戦え。アナウンサーは、フジテレビのアナウンサー人と交友があったことから、生まれた。突起がない作品は4コマ漫画。ありがとうございます。